今日は特別編としてですね、川島先生とあのコロナ問題についてお話ししたいと思うんですね。今日は4月28日ですか、まあ、いわゆる自粛要請が出てる、まあ、真っ最中ですね。自粛が続くんで、みんなメンタル的にね、だいぶ心が病んできてるんじゃないかということですよね。本当に私もですね、この前も危ない人になんか襲われかかってですね、あとその翌日なんかですは駅でですね、俺ぐらいのおじさんがですね、傘でこう2人で殴り合ったりですね、結構もうみんな苛立ってますからね。私に至っては道場潰れちゃいました。笑っちゃいけませんよ。笑い事じゃなくて、うん、みんな本当経済的に追い詰められてて、本当に自粛しよう自粛しようって、まあこの2番目のじゃないですけど、はい、立場によって全然違うわけですよね。人間なんか心理学的に自分がやってる行動、立場に基づいた行動でその価値観っていうか、そうですね、変わるみたいなんで、まあそうでしょうね。信じて疑わないようなことであっても立場によってやっぱりこう変わるんですね。でしょうね。自粛をこう絶対正義みたいに述べられている方は、要は自粛ができる状態なんですよ。そうですね。例えば、はい、主婦の人だってあんまり関係ないですし、あと大会社で給料が出ててね、はい、家でまあやれよって言うんだったら何の問題もないですよね、はい、ただそれによって困る事態になって初めてどうしようかみたいな。で私の場合は実際に、まあ、道場をこう畳まざるを得ない状況下に置かれて、ある意味でその自粛とかで外そういうことを聞くと、経営にこう取り組んでいる中で潰れろって言われるように感じたんですよ。そうですね、うん、まあ、もちろんそんなつもりはないと思うんですよ。おそらくその自粛を呼びかけている方は 100% 善意に基づいてやってると思うんですけども、はい、じゃあそういう人たちが明日家賃払わなきゃいけない、でもその金がないってなったら全く同じことが言えるのかって言ったら、そこで初めてどうしようかなっていうふうになってくると思うんですよ。いわゆるその同調圧力もありますけども、はい、正義だと信じてるところが怖いんですね。そうなんです。それが自分の意見かどうかは分かりませんけども、はい、そういう同調圧力っていうのは常にあって、私なんかタバコ吸ってたじゃないですか、はい、もう半年前なんかそうですよ、タバコ吸ってると極悪人ですからね。あ、まあ、たまたまね今タバコやめましたけども、はい、あれも酒飲んで騒ぐやつはいいんですよ。でもタバコをちょっと吸うともうみんな注意しに行くんですよね。もう正義だと思ってですね、ほっときゃいいんですけどね、はい、でそういう同調圧力はもうマスコミが作ってるわけで、それがもう実は一番なんですよね。このメディアリテラシーっていうかですね、この、まあ、情報化社会だけにこれは常について回る問題ですけども、まあ、事実だけ見たらですね、まあ、インフルエンザの方が怖いと、インフルエンザの方が死者が多いと、数字だけ見たら例えばコロナの死者よりも自動車事故の方が多いと、インフルエンザだったらもう1000倍とかですね、なんかもう何万人も死ぬわけじゃないですか毎年ですね。でそういう数字だけ見たら実は怖くないっていうのが出てくるわけですけども、それとは別なこの恐怖感がすごく煽られてるわけですよね。行動のあり方に、まあ、問題があるということなんですけども、はい、一番その典型的なのがマスク問題だと思うんですね。マスクがなんでみんなあんなにこう買い求めるんだと。でマスク結局防ぐ効果はないわけですけども、はい、彼らが買い占めるってことはもちろんエゴで買い占めてるわけですね、はい、でそのエゴで買い占めてる人たちがマスクをすることによって他人に感染したくないからみんなで買い漁ってるってことはありえないですね。自分が助かりたいと思うから買い漁るわけですね。それはもうエゴですから。ということはですね、間違った情報で踊らされてるってことなんですね。で冷静に客観的になってみればマスク問題なんて起きないし、本当にかかりたくなかったらマスクじゃなくて手袋するべきですね、はい、手から感染するわけですから。
だけど手袋してる人なんていないんですよ、はい、みんなマスクしてるんですね。であれ政府は、まあ、ちょうどいいなと思ったと思うんですね、はい、感染させたくないっていうのが政府の狙いですから、その誤解をそのまま放置しておいたから、あんなコロナ騒動、マスク騒動が起きたんだと思うわけですけどね。まあ同じようにですね、政府の発表っていい加減なところがいっぱいあるわけですけどね、数字に正確に出してないと。まあただね、その政府の批判してもしょうがないんで、まあそういう不安な中でどうやって我々は対応していかなきゃいけないか、そこが一番問題なわけですよね。そうですね、はい、で私はですね、こういう時こそ武術の力が一番求められてるなって思うわけです。ですから今こうやってね、川島先生とお話ししてるんですけども、あんまりこれも大っぴらに言えないんですけども、武道ステーションはこの武術系とそうじゃない系とかあるんですけども、はい、もう全くリアクションが異なるんです。武術系の先生っていうのはあんまり慌ててないんですね、コロナに対して、はい、もちろん注意はしますけども、はい、まあ、私なんかもそのすごいビビってる人にですね、心配するなと、注意をしろって言ったんですけどね、武術の考えって恐れたり心配することはあんまりメリットないなって体験的に思わないです。そうですね、はい、でも注意はしなきゃいけないってことですよね、はい、でそれがおそらく根本的な武術の教えみたいなもんだと思うんですね、まあ、格闘技に関してもそうですかね、はい、画面殴ってくるからつって画面ばっかり避けたら大体やられちゃうわけですよね、はい、で多少食らってもいいみたいなのが基本ですよね。そればっかり気にしてると、そうですね、何もできないし、まあ、かえって他の部分で下手したら死にますよね。そうなんですね。まあ、今のね、まあ、政府のことまた言ってもしょうがないんですけども、感染者を減らしたくて経済はどうなってもいいっていうと、コロナの死者よりも自殺する人の数の方が圧倒的に多くなると思うんで、それとあとメンタルですよね。もうすでに皆さん街見てるとメンタル相当やられてますからね。だから感染予防をこう気をつけることっていうのはまあ大事ではあるんですけど、はい、それと同じかそれ以上に大事なことは、こう免疫力を下げないことですね。そうですね。外出自粛自粛ってこう言われていく中で、はい、どうしてもこう運動不足にこうなると、はい、でまあ、何でもこの筋力が何パー低下したら免疫力がこう、はい、これだけ下がるみたいなこうデータもちゃんとあるので、それちょっとうまくこうバランス取りながら、そうですね、やりながらっていうね、やらないといけないんで、自粛が目的じゃないんですよね。そうなんですね。だから自粛のもう解釈も難しいわけですけども、うん、少なくとも家の中にずっといたら免疫力むちゃくちゃ下がるんです。まず日光を浴びないとどうしようもないんですね、はい、人間ね、はい、で日光を浴びることによって免疫力増すし、最近の説では、はい、コロナウイルスは日光に弱いっていう話もありますからね、はいはい、免疫力がメンタルと肉体的なものの両方、これがまあ武術の中では非常に重要視されるわけですよね。さっき川島先生が言った かかるかもしれないっていう一つの覚悟ですね。それって一種の武術の考え方だと思うんですね。それは危機管理能力、要するに武術っていつ襲ってくるか分かんないんですね、敵が、はい、格闘技の場合カーンって鳴るまでは襲ってこないんで、はい、あんまり気にしなくていいんですけども、武術っていうのは格闘技と似てるけども、そこの危機管理能力は全く違うわけですね。でいつ誰が、ね、襲ってくるかわからないという設定で常にこう物事を考えるわけじゃないですか。そうですね、もう総合的にですね、一つの局面だけを想定するんじゃなくて、まあ、ですからそうですね、まあ、私もある意味でかかる覚悟というか、あるいはもうかかってるもんだと思って備えてるというか、それこそちゃんと体感距離ですかね、パーソナルスペースをしっかり持って相手の日々心情をしっかり踏まえた上でこう接すれば、もともとそのパーソナルスペースみたいな意識があるんで、それはまあなんか言われなくても守ってるっていうか、
感じですかね。むしろウイルスの基本ですけど、ね、そうですね。だから要するにウイルスに対するのと人間に対するのと基本同じですからね、こうパーソナルスペースが基本ですから、ウイルスの基本を守るっていうのは。日本って感染力低いらしいんですよね、他国に比べて。でこれは結構パーソナルスペースの問題が、それも関与するかもしれないですね。アメリカなんかですか、その欧米の方なんかもうすぐ握手してすぐハグして、私あのちょっと苦手なんですよ、人の好き嫌いも関与してくるんですけど大体苦手だと思いますよ、あんまハグされたりするの。日本の感覚で言ったらですね、日本はあんまりそういう習慣がないんで、他国に比べて感染力が低いのかなと思いますし、そもそもそれはどういうところから来てるのかなって言ったら、刀文化の由来もあるの。刀が届く届かないで、もしかしたら過去そういう疫病にかかった歴史もあって、でそれでまたこうパーソナルスペースみたいなのが出てきたのかなと思って、そう考えると、まあ、面白いというか、いろんな気づきがありましたね。だから他国基準で言ったら、初めから日本って自粛してるようなもんだと思う。衛生であるっていうこともあるし、ね、自粛の定義が曖昧ですけど、かかるかもしれないということを前提にすれば、自分が免疫力をまず上げなきゃいけないっていう、自分でできることってはっきり言ってこれだけなんですよね。そうですね。だってかかるかかからないか、それは自分で決められないですからね、で決められないからみんな恐怖に思ってると思うんですね。でそれは武術の考え方と一緒で、まあ、いつ襲われても OK と、だけど来たらやっつけるというのは、まあ、基本的な武術の考え方じゃないですか。そうです。でコロナに対してもそうで、ウェルカムと、だけどやっつけるというのが基本パターンだと思うんですね。でそのためにはメンタルと肉体っていうものの免疫力を上げなきゃいけないわけで、それを日頃から気をつけると。で要するにこれを逆から言うと分かりやすいと思うんですね。この逆は何かっていうと、ビクビクと生きるってことなんですね。ああそうですね、はい、で今みんなビクビクと生きててメンタルやられちゃってるんですね。で結局武術の力っていうのは何かっていうと、最終的には幸せに生きるってことに尽きると思うんです。で今このピンチの時だから余計明確になると思うんですけども、幸せに生きるこのメソッドだと思うんですね。ビクビクと生きないためには常にある意味覚悟ですね、心配はしないけど注意をするっていうのが、まあ最初言ったように武術の考え方で、そうすることによってビクビクしないで、こういった時でも本当にこう積極的に明るく前向きに生きていけると。で川島先生なんかは、まあ、ある意味いい例なんですけども、非常にこのコロナのおかげで大変な目に遭ってるんですけど、むしろなんか生き生きしてますもんね。生き生きっていうか、まあ実際、まあ、しんどい部分はあるっちゃあるんですけど、まあただまあ落ち込んでてもしょうがない、ね、そうですね、まあ、開き直りっていうか、まあむしろそのコロナになったから、あのコロナのそういう情勢になったからこそ、まあ、新しいことを挑戦できたりとか、そうですね、プラスの解釈をしてやっていくと、はい、新しいことに、まあ、挑むって今言われましたけど、はい、もうコロナの、ね、アフターコロナっていう言葉があるぐらいですから、はい、まあ、当然世の中新しくなってしまうわけですね。でその時に追いついていけるかどうかっていうのも大いにこの考え方と関わっていると思うんですね。まあ、自粛っていうような感じで、なんかこうずっとこう家閉じこもってたり、なんか何もしないっていうふうに考えてると、はい、そのいわゆるアフターコロナというか、はい、その後が続かなくなるので、そうですね、全く危機感なく過ごせっていう話ではなく、はい、準備が必要ですね。そうなんですね。でむしろこの武術の考え方っていうのは、冷静に準備をしましょうってことなんですよね。我々なんかでもこの時期遊んでなんかいられませんよね。むしろ今がチャンスだっていう考え方に切り替えてるわけですけども、そうでないと結果新しいものは生み出せないですし、ね、まあ、私で言ったら、まあ経済的な部分でのその準備ですとか備えを
当然しますし、またその肉体的な部分においても、まあ、もしかかったらどうしようかっていう部分でその肉体的な備えで、今呼吸法、呼吸筋鍛えて、はい、なんか何でもその新型コロナに感染して重症化すると肺をやられるらしいので、うん、その時に、まあ、ならないのが一番いいんですけど、そうですね、その時に備えて呼吸筋を鍛えたりですとか、まあ、感覚ですけどね、科学的な裏付けは当然ないんですけれども、そういう備えをこうしていますね。またその備えをすることによって必要以上にこうビクビクすることもなくなりますし、はい、まあ、ビクビクしていいこともないですからね。そうですね、まあ、それは武術とか格闘技やってる人はその体感的に理解してると思うんですね、はい、パンチ食らいたくない、パンチ食らいたくないっていうやつは大体食らうので、はい、まあ、多少食らってもいいやって思えると全体が見えますので、はい、で要するに全体を見て危機に対処しなきゃいけないわけですから、そうすると無駄な心配や無駄なビクビク感はなくなりますよね。まあ、本当護身術の考え方と非常に似てると思いますね。はい、例えばその武器を相手にしたりですとか、その複数で襲われたりとかって、はい、想定はしますね。はい、で想定してそれに準じたこうトレーニング稽古をして、はい、ただわざわざ自分から危険なところには行ったりはしないですね。はい、その危険な部分、危険な空気を察知したら、まあ、別にそこにわざわざ行けるってことですよね。はい、だい、まあ、そのコロナに感染しやすいっていうようなものが言われてるんであれば、別に好んでそこには行かないですけども、はい、ただ日常を生きていく中で常にビクビクしてたら、はい、それは弊害の方が大きいですね。そうなんですね。武術はピンチな時にビクビクしないで生きる方法で、生き生きと生きる方法だと思いますので、ぜひ、まあ、こういう時こそ武術の力を信じてですね、心配をしないで注意をすると、うん、この考え方ですかね、はい、まさに護身の考え方だと思います。そういったものが今こそ求められているような気がします。